幹事社の入力です。知事から発表事項をお願いします。はい、ご理解いただきましてありがとうございます。先ほど県の対策本部会議で決定をしたことにつきまして、私の方からご説明をさせていただきます。宮崎市における感染急拡大、これを受けまして、宮崎市東諸方圏域を感染急増圏域、赤圏域ということで指定をいたしまして、地域の皆様には原則としての外出自粛、さらには飲食店等に対する営業時間の短縮のお願いをすることとなったところであります。まずこちらの方から感染状況であります。第4波、本県におきましてもまさに第4波の真っ只中にある、そのような認識でございます。はい、このように第3波の時と比べていただきましても、これまで、クラスターの発生により大きな数字がトントンと出た部分がございましたが、この数日というところ、まさにこの年末における第3波の立ち上がりと同じような状況にあるという強い危機感を持っているところであります。実際この月単位で比べましても12月を上回る感染者数がこの4月に確認をされている状況がございます。今日発表分が29人ということで、その中でも宮崎市が大変多くなっている状況がございます。はい、各県域ごとの感染状況、1週間の10万人あたりということで、まず飲食店等のクラスターが確認をされた日向県域、これは感染急増圏域に指定をいたしまして、営業時間の短縮要請などを行ってまいりました。高齢者施設でのクラスターなどが発生をし、完全に下がりきっていない状況にありますが、今繁華街等におけるという感染の大きな広がりが見られる状況ではなく、さらなる感染の拡大がなければですね、この 17.5 という数字はずっと下がってくるのではないかという、今現時点ではそのような見通しを持っております。それからまずオレンジ県域、感染警戒区域に指定しました都城、三股町につきましても、クラスターの発生ということで警戒をし、包括的な検査等を行ってまいりました。今 15.6 ということで、これも厳重な今後警戒が必要だと考えておりますが、ここの特徴としましては、学校関係等によるクラスターでありまして、繁華街等を通じて大きくそれが広がりがある状況では今ないのかなと考えております。ただここも今慎重に状況を見極めながら、オレンジ圏域でありますが、万が一そういう繁華街でさらなる拡大ということであれば、数字も 15.6 になっております。こうなってはほしくないんですが、赤県域になりかねない状況という危機感を持って見つめる状況がございます。県全体は 12.7 でありますが、今2つの県域について少し丁寧に申し上げましたが、やはり今最大の危機感を抱いておりますのは、この宮崎東諸方県域、今日発表分までで 19.9 ということでございますが、午前中の検査ですでにこの20を超えているということをもって、この県域それぞれ、首長とも意見交換をした中で、この宮崎東諸方県域を赤県域に指定するということを先ほど対策本部で決定をしたところであります。これがどの程度こうその伸びを抑えることができるかというのは、この県全体というものに今大きく影響するのではないかという認識で、この県域ごとの状況としては見ております。はい、で宮崎市それから東諸方県域で注意すべきは、さっきの 19.9 ということで数字自体も増えているわけでありますが、保険、適用ですね、医療機関の検査で判明した数というものは、このようにじわじわじわと非常に多くの数が確認をされているところであります。これまでご説明しておりますように、保健所が積極的に疫学調査をやることによって、この感染の広がりというのを把握し封じ込めると、その作業で必ずしも終えることができていない感染者というのはこれだけ多くですね、10人前後確認をされているということは、感染の拡大につながりかねない火種というのが、この特にこれは宮崎市ということになりますが、宮崎市内で多く確認をされているということであります。
ではこの保険適用を受けたその感染の方についてもしっかりと調査を行い、その把握疫学調査をですね進めているところでありますが、現実問題としてこれだけ出てきているというところは大きく今その感染の火種が広がりつつある、大変強い危機感を持ってこの状況を見ておるところであります。はい、変異株の状況をこのような形で毎日の報告をしておったところでありますが、検査と実際に変異株として確認をされた状況の待機を見てみますと、今ほぼ変異株に置き換わりつつある状況だということを確認をしております。直近で確認されたクラスターを全て変異株によるクラスターということですね。本件においても完全に変異株が今主流になってきたという認識であります。そのことが感染者の急増ということ、今幸い重症者自体は今の時点ではゼロということで伺っておりますが、重症化しやすいという変異株がこれだけ広がっているということを、その単なる感染者の数字以上に、受け止める必要があるものと危機感を抱いております。はい、で今日の一番のポイントであります、宮崎東諸方圏域を感染急増圏域に指定するということで、今日から約3週間、日曜日も含めるということですね。3週間厳密にいけば22日まででありますが、23日までということで指定をさせていただき、周期については状況を見極めて判断をするということで考えております。これも先ほど対策本部会議の中で確認をいたしました。第3波の教訓を踏まえて、第3波の時の基準よりは早め早めにこの感染警戒区域、オレンジ区域、もしくは急増圏域、赤圏域の指定を行っていくということで、今対策を進めているところであります。これはいわば国におけるまん延防止等重点措置でありまして、対象を絞って、緊急事態宣言とかそういう状況になる前にですね、強い対策を打っていくということでありますが、それは従来から本県としても取り組んでいる、そしてそれをより早いタイミングで打ってきているということであります。少しここで細かくお話をさせていただきますと、日向東修介をすることで赤全体でかけまして、さまざまな協力をいただくことによって随分今感染が落ち着きつつあると。高齢者施設のクラスターということで今数字自体は出ておりますが、この西町での感染警戒区域ということを残してですね、これはやはり赤圏域での対策というのがそういう手応えといいますか、状況につながっているものと考えております。また宮古城北五郎方圏域、オレンジ圏域、感染警戒区域に指定をすることで、先ほど言いましたように今のところ、繁華街でのそういう広がりというところにはつながっていない、もしそれをなくす防ぐことができればですね、ここもある程度落ち着いていくのではないかなという思いがしております。ただそれと比べましても、この宮崎東諸方圏域、人口でいうと42万3000人という最大の人口規模を抱えておりますし、県全体の人の動き、また経済の動きを考えますと、いわばこの県域はハブでありまして、単なる7分の1の県域が赤県域になりました。日向県域は単なるという表現ではちょっと語弊があるかもしれませんが、7分の1と受け止めてはいけないということを今説明したいわけであって、この県域が赤になったということは今県下全域で、より強い注意喚起をする必要があるのではないか、そのような認識でございます。先ほど県本部会議最後に私の方で指示をいたしましたが、今県全体でまだ13未満ですね、人口を10万人あたり、これまで15以上の時に、レベル3の感染拡大緊急警報ということでありますが、もう今の時点で、しかも、このようにほぼ確認をされていない、また、比較的落ち着いている県域がある中ではありますが、この県域からしかも大型連休の最中であるということでですね、県下全域にそういう強い警報を出す必要があるのではないかという認識のもとに、医療関係者のご意見、それから県下の市町村長の意見を聞くプロセスをですね、進めて、感染拡大緊急警報の発令ということにつなげていく必要があるのではないかと考えております。これについては今
そのような形でスタートをしたということで、改めて状況についてはご説明をしたいと考えておりますが、本当にこの地図だけで見るとこの7分の1が赤になるということでありますが、その重みというものを県民全体でですね受け止めていただき、この5月というものをなんとかですね爆発的な感染拡大を防ぐ月にしていかなくてはならない、そういう状況に我々は直面をしているということでございます。はい、宮崎東諸方県域の皆様には大変またご不便ご負担をおかけをいたしますが、今日指定をするわけでありますが、具体的な行動要請は明日からということで、特に原則外出自粛ですね、不要不急の外出を自粛をしていただく、これもこれまで申し上げておりますが、通院だったり通学通勤お買い物、健康のための、ジョギング等ですね、散歩、そういったものというものはあるわけでありますし、これからこの期間を考えますと、ワクチン接種ですね、ワクチンの集団接種なども始まるわけでありますが、それは不要不急ということではなしに必要な外出ということになりますので、あくまでこの原則であるというところをこのいろんな形でまた丁寧にお伝えをしていく必要があろうかと考えております。それからすでにオレンジ検疫の段階でお願いをしているこういったことをですね守っていただくということであります。今回赤検疫によって大きな変化というのはここの部分であろうかと思います。今可能な限り、先ほど言いましたように保険適用事例での感染が見つかっているということは、いろんな火種がこの検疫の中に今あるんだという強い危機感をこの検疫の皆さんを持っていただく必要もありますし、この検疫の外から来られる皆さんにも強く認識をしていただきたいと考えております。ただ今先ほどの本部会議でも報告がありました、大型連休ということで、自粛をお願いしておりましたが、何らかの形でやはり県外からのお客様も特にこの検疫は宮崎市多いという認識であります。もう最大限のそういう意味での注意が必要なタイミングであろうかと考えております。はい、それで営業時間、飲食店のこういった皆様に対する営業時間の短縮、これも大変この稼ぎ時、書き入れ時の中で恐縮でございますが、対象地域は宮崎市ということであります。これも感染の確認の状況、クラスターの発生状況ということを勘案をして、県議全体でいうと国富町、綾町もあるわけでありますが、これは除いて、大きく感染が拡大しクラスターも発生をしているこの宮崎市に対象を限定してということで、3日からということでお願いをしております。これもいろんな準備であったり、これから予定変更を急にお願いをすることになりますので、少し細かく話になりますが、協力金の支給対象期間として確認をさせていただくのは5日以降ということでありますが、もう今日からも、もう今日すでにですね、できる限り早い段階でこれを従っていただくことが、リスクをなるべく下げるということを飲食店の皆様、また利用者の皆様にもご理解をいただきたいと考えております。要請内容についてはこれまでの営業時間短縮と同様でありますが、協力金額の定め方については、これは国から示された新しいスキームに従ってということになります。はい、これも細かい話になりますが、これまで売上高だとか事業規模に関わらず一律である、それは問題ではないかという指摘を受けて、全国的に今こういう形での協力金の支給がなされるようになってきたということになります。およそになりますが、年間売上高がこういったところでありまして、ほとんどの事業者の皆様は年間3000万、未満といいますか、この 2.5 万というところに入るのではないかと。例えばしばらく前まで赤検疫でお願いしておりました日向ですと、9割方はここに入るということであります。宮崎市においてもですね、はっきりした数字は今手元にありませんが、7割、8割、9割、多くはここに入るのではないかと思っておりますが、それ以上の売上高があるところは
1日あたりの売上高かける 0.3 ということになって、まあ、細かい話になりますけど、例えば10万円ということは10万であれば 0.3 かけて3万円というような計算を行っていくことになります。はい、まあ、こういった形で、これまでのさまざまな声を受けて、一定の売上高なり事業規模に応じてですね、協力金が支給される、この新たなスキームを今回は適用するということになります。はい、あくまで今この大型連休中、これまでも申し上げておりますように、全国大変感染が急拡大をしている状況でありますので、これはまず県民の皆様向けですが、県外との往来については可能な限り、自粛をということでございます。はい、これは画面だけでありますが、今の直近の感染状況を確認しますと、全国このような状況になっております。ほとんど全国で第4波が急拡大をしているという認識、また緊張感を持っていただく必要があろうかと考えております。そして比較的落ち着いておりましたこの九州もですね、特にまた福岡がまん延防止等重点措置を要請するということを伺っておりますし、私が懸念しておりますが、特にこの近隣の大分、熊本、鹿児島がこの1週間50人から60人という、まあ、昨日は鹿児島も60人ということで過去最多でありました。これも、比較的落ち着いていた状況の中でこの近隣においても大きく今拡大をしている、まあ、それでなくてもいろんな形で人の行き来がある、そういう近隣県における拡大というのもですね、この県全国における状況に加えて我々として強い警戒を持つ必要があるものと考えておりますし、この前九州知事会でも議論したんですが、特にやはりこの人口規模の大きい福岡ですね、福岡というものが比較的落ち着いていたのが今ぐるぐるっとこう急増しているというところは、九州全体としてもさらにこのアラート警戒のレベルを引き上げていくべき状況にあろうかと考えております。はい、これは県外の皆様にお願いをしているということで、まあ、いろんな事情があって、来られるということもあろうかと思いますが、まあ、感染防止を徹底していただきたいということで、ホームページなどでもご説明をしておりますが、可能な限り検査を受けてきていただくですとかですね、どうしても仕事等で来られる場合はその来られる前に安全対策を徹底していただく、そんなことが必要であろうかと考えております。はい、帰省をされた方、県外から来られた方にはですね、健康観察に努めて、些細な症状でもすぐに、受診をお願いをしたいと考えております。あとこの大型連休、友人とか親戚の方とかですね、会食の機会はあろうかと考えております。可能な限りこれも控えていただくことが安全であろうかと考えております。年末年始の反省点としましては、やはり帰省で来られた方が友人同士、それから家族親戚で大きく広がったということがあります。あの時と比べても、やはりあの時もですね、宮崎は他の県と比べると比較的、感染がそこまでひどくないという要は安心感、それが要は言葉を変えると緩みにつながった可能性はあります。今の状況でも宮崎は全国の中では下から数えて十何番程度というところであります。今宮崎なら大丈夫だと思われたら大間違いだというのがですね、先ほど来少し時間をかけてご説明をしましたが、大変厳しい状況にあるというところは、ぜひ来県された方も、そして来県された方と接する機会のある県民の皆様も、ここは強く受け止めていただきたいと考えております。はい、今本県はもうまさに第4波の真っ只中にあるという認識のもと、それから急拡大をしているという状況があろうかと思います。この1月に我々が経験したような感染爆発を防ぐ瀬戸際だということを強い危機感を持っております。今日の時点で感染拡大緊急警報を出したわけではありませんが、それに向けて準備を進めているということ、まさに1月の初めの状況と同じような、1月の初めも30人台というのが続いて、いきなり80人、105人という
感染者が確認をされたところであります。その数字が明日出てもですね、全く不思議ではないという強い危機感を今持っているところであります。あの時と比べてもですね、変異株のリスクに今直面をしているというところを県民の皆様にはしっかりと受け止めていただきたいと考えております。近隣の状況等もあります。あの時以上にですね、今は厳しい状況にあろうかと考えております。ぜひ、最大限の警戒を、この大型連休、どうしてもこの休みの期間、気持ちも緩みがちな状況でありますが、今はギリギリのところにあるというところをですね、受け止めていただければと考えております。はい、私からは以上であります。すみません、幹事社の有権ですので、はい、まずちょっとお伺いします。この数日感染者急増してきている中で、まあ、今まさに大型連休に入っているという状況、改めてこの今の感染状況の受け止め聞かせていただけますでしょうか。はい、これまでも第4波の拡大を防ぐということで最大限の警戒呼びかけを努めてきたところでありますが、クラスターが立て続けに確認をされる、しかもほぼ今変異株に置き換わっているという状況の中でですね、1月の初めに見られたような感染爆発のまさに一歩二歩手前ではないかという強い危機感を持っているところであります。県民の皆様にはそこを理解をいただいてですね、赤県域に指定をしたこの宮崎東諸方県域のみならず、今県下全域がですね、ぐっと引き締めが必要な状況ではないかと、その思いをですね、受け止めていただきたいと考えております。はい、続いて、まあ、去年の今頃 その休業要請などもあって、まあ、飲食店、宮崎市の飲食店に関しては今回4度目のそういう休業や時短の要請ということになりますけれども、経済への影響については知事はどうお考えでしょうか。はい、大変大きなものがあろうかと考えております。もともと国の緊急事態宣言等が行われることによって、そういったところと取引が行われる、またそういうところからの観光客も受けることができないということで大きな影響を受けているというか、上にですね、本県としても日向に続いてこのような営業時間の短縮をまたお願いをするということで、さらに影響が及ぶということを重く受け止めております。まあ、一波二波の頃と比べると協力金のある程度体制ができてきたと、それからさまざまな関連業者への支援策というものを進めておるということでありますが、なんとかその先を見据えて頑張ってこられた事業者の皆さんの、まあ、お気持ちも含めてですね、非常にこう、まあ、心折れるような状況ではないかと考えております。今はなんとかこの営業時間の短縮ということで、まずは感染を広げないリスクに協力をいただいて、しっかりと事業者支援ですね、先日国の方からも都道府県に対して5000億の事業者支援の配分がなされるということが示されたところでありまして、経済回復に向けてもさまざまな対策は打っていきたいというふうに考えておりますので、そこは受け止めていただいてですね、今はまず、ぐっとご協力をいただきたいと考えております。最後にすみません、県内全域に対する感染拡大緊急警報について、まあ、これから検討を急速に進めていくというお話があったかと思うんですけれども、早ければもう今日の感染状況によってはそのステージ3、国のステージ3、そして感染拡大緊急警報の基準に入ってくると思うんですけれども、まあ、この大型連休の中で、まあ、1日のずれっていうのがやっぱり移動の決断にも大きく左右されてくると思うんですけれども、その点どのように考えていますか。はい、すごく大事なことだと考えています。だからこそ第3波より今早め早めの判断をしているということは申し上げたいと考えております。オレンジ圏域、赤圏域の指定はこれまでより早くこの赤を打っているというところであります。この感染拡大緊急警報も15人が目処だから15を超えてからさあ考えましょうではなしに、その手前、今 12.9 ですかね、手前の段階ですでにそういう協議検討を始めるということで、これ早ければ明日にもそういう表明になる可能性が今あると思っております。その10万人あたりのそういう数字にかかわらず、今非常にこう強いリスクがあるんだということを医療関係者、それから県内の市町村長にも説明する中で、合意形成を図っていきたいと考えております。幹事社から以上です。幹事社さんお願いします。
ません、時事通信です。内容的な面で少しお伺いしたいんですけど、今回営業時間の短縮要請の対象になる宮崎市内の飲食店っていうのはおよそどれぐらいの数になるんですか？はい、住宅の方から、はい、約3000店舗弱だというふうに考えております。宮西新聞です。先ほどの対策本部会議の中でもありましたけども、やはりもう連休ということで県外からのお客さんが多数にいらっしゃるということなんですけども、今回その宮崎市を赤県域、宮崎、東丸県域を赤県域にするということで、県内での移動ですよね、県域を超えた、ほぼ今警戒を高めてほしいということだったんですけども、改めてですね、他の県域から宮崎市に来るというパターンも多いと思うんですね。買い物とか連休ということで、やはりそういった形へのそういった人たちへの呼びかけというのはどういった指示の中で考えていらっしゃいますでしょうか？はい、先ほど口頭でご説明をしましたが、今宮崎市という県域がですね、経済また人の動きの中心でありますので、いろんな行き来があるということは、この赤県域で感染のリスクがあるということを受け止めていただきですね、この県域の皆さんには原則としての外出自粛をお願いするところでありますが、他の県域からこの宮崎市県域に来ることについてもですね、そこの往来を自粛というところまでは申し上げませんが、強く警戒を持って、お願いをしたいというふうに考えております。先ほどの本部会議も出ましたけれども、学校とか、それ以外の対応について改めて、今後の対応ですね、お聞かせください。はい、それも各部局に指示をしたところでありまして、さまざまな予定をしておりました行事イベント等について、この感染の状況、それから赤県域等の指定ということを踏まえてですね、早急に検討をし、県民の皆さんにお知らせをしていきたいと考えております。学校は基本的に休業をしないというような方針でよろしかったですよね？はい、分かりました、ありがとうございます。はい、よろしいですか？すみません、毎日新聞の梅山と申します。はい、期間が23日までということですけれども、先ほど知事、状況を見て場合によっては延長することもありうるし、早くやめることもありうるということをおっしゃいましたけれども、はい、その辺判断すると、やめるという指標を判断される場合の指標になるものは どのようなものを具体的に考えていらっしゃいますか？はい、これまでも申し上げておりますように、単に数字だけで割り切れないのかなと考えております。今約3週間ということで設定をしておりますが、これまでもその途中経過でですね、感染の認識、それから見通し、解除になるかどうかというのはお示しをしてきたところでありますが、もちろん全体の感染者数を抑えるというところもありますし、そこでクラスターが発生するのか、発生したとしてもそれが繁華街等でさらに拡大をするリスクがあるものかどうなのかとかですね、そこを見極めて判断する必要があろうと考えております。要は数字云々よりももう下がってきてるねというのが確認されれば、はい、そういうもう終わりにできるって、そういう感じですか？はい、日向県域についても赤からオレンジ県域に行いました。それも例えば15を下回らなければそこはオレンジにしないということではなしに、数字自体、感染者数自体は確認をされておりますが、高齢者施設等での感染者がその中に含まれている、そこからの大きな広がりはないだろうというような判断のもとに、総合的に判断をして、オレンジ県域にしたということになりますので、この県域の今後の感染の広がり状況、落ち着き具合、そこを総合的に見極める必要があると考えております。
その、これまでは赤にするのは25以上、はいはい、という運用をしてたけども、まあもう今日の段階で多分20を超えてるし、まあ、要はこの25とかって数字をもう関係なくしちゃったっていうわけではなくて、その、はい、第3波の時にそういう基準で持っておりましたが、その教訓を踏まえ、検証を踏まえ、もっと早い段階でそのブレーキを踏むということを市町村と協議の上、基準を25から20にしたということになります。ああ、そういうことですね。はい。ありがとうございます。第3波の時の教訓としましては、まあ、そういう25なりの目安を受けて、定めて、判断をしておったんですが、あの時は都城がオレンジになって赤になって、それから宮崎がオレンジまでは行ったわけでありますが、もう少し早めにこうやりたかったところが、やっぱり25なり数字を設定することによって、市町村長がですね、やはり地域の皆さんに説明がつかない、その数字を超えなければなかなかそのブレーキを踏めないというような議論もありまして、いや、もっと早めに踏みましょうよということで、まあ、今回見直しをした。特にこの宮崎市を赤県域にしきれないうちにこう、感染拡大、緊急警報なり、緊急事態宣言になったというところが大きな拡大につながったのかなというふうに思っております。まあ、今回はそういう検証を踏まえて、早めに赤にしたということで、また全体のこの引き締めにつないでいきたいと考えております。あ、はい。マルティです。対策本部会議と先ほどの宮西さんの質問でもあったんですが、教育関係で休校にはしない方針で、部活動は中止はについては今後検討することになるんですか？これは教育委員会の方から方針が定められると思います。まあ、対外的なところについては止めておりましたし、県内またその県域内においては感染状況を踏まえて、その県域外との交流対抗試合といいますかですね、そういったものを見直すのか、それともそもそもその県域内でやるのかというのは、はい、教育委員会です。宮崎東村方県域のですね、県立学校につきましては5月3日からですね、9日まで1週間、部活動を中止といただく予定にしております。県立学校です。県立学校、はい、ありました。はい、すいません、確認なんですけど、はい、冒頭でありました警報レベルの引き上げもあり得るということなんです。はい、地域の中でも明日にでもそういった一段レベル3の、拡大緊急警報に上げる可能性も見据えているというようなお考えということに考えて先ほど指示をしたところであります。明日発表後になりますが、先ほど会議の中でもありましたけど、午前中の宮崎市の検査の数字などを報告を受けてですね、まだ 12.9 で15は超えない可能性もありますが、非常にこう厳しい状況があるということを受け止めてですね、今県下全域をより強く引き締める必要があるのではないかというふうに考えております。それは医療関係者、それから市町村長との協議を踏まえて判断をして、最終判断をしていきたいと考えております。その他各社さんの方でしょうか。はい、以上で会議終了します。ありがとうございました。